わっ、何してるんだこんなところで。大丈夫だよ、何もしやしないって。おい、そこの傭兵この辺りで女を、ちょうどお前くらいの年齢の女を見かけなかったか。いや。本当か。あ、おい、この辺りにはいないみたいだ。ああ、わかった。まったく、こんなことが上に知られたらえらいことだぞ。もしかして追われてるのか。大丈夫、誰もいない。出ておいで。よかった、外に出たくても周りの様子が分からなくて困ってたの。どうして馬車の中に。それはその、訳ありみたいだな。無理には聞かないよ。俺はエルザ。私はアル。ありがとう、あなたはとってもいい人ね。大変。捕まるわけにはいかないの、お願い。わかった、おいで。本当にしつこいんだから、あの人たち。どうして逃げ回ってるのさ、奴らは何者だい。ちょっと、そうだ、あの花火大好きよ、小さい頃から。でもこんなんじゃゆっくり見られないね。好都合さ。ほら、置いてくよ、アル。嬉しいこと言ってくれるね。どうだ、一つくれるの。ありがとう。ねえ、これどうやって食べるの。ええ、どうどう。え、おいしそう。これいただくわ。ちょっとお代は。お代ってお金のことよね。なんだって。おいおい、あ、すいません、これで。ごめんなさい、だってお金がいるなんて知らなかったから。もしかして市場に来たことないのかい。うん、だからどうしても一度見てみたくって。事情はよくわからないけど、苦労して家を抜け出してきたんだろ。え？ええ、迷惑？いや、あるみたいに変わった子、初めてだから楽しいよ。何それ、バカにしてるでしょ。違うよ、楽しいのは本当さ。何かしら、揉め事みたい。行ってみる。ああ、ある、待って。噴水広場で喧嘩している人がいるんですって。おい、まだ衛兵が無じゃない。あ、わかりました、お代は結構ですので、ご勘弁を。また来るぞ、次は少しはマシなもの食わせろよ。あいつら、あちこちでああやって因縁つけて叩くいしてやがるんだ。伯爵の意向を重ねきやがって。なんだ小娘、あなたたちお金を持ってないの。
仮にも衛兵なら少しくらいのお金は持ってるでしょ。きちんとお代を払いなさい。なんだと、もう一度言ってみろ。本気で怒らないとわからないみたいね。いい？物を食べたらお代を払う。そのお代でお店の人は新しいご飯を作る。それが世の中の仕組みってものなの。分かったらきちんとお代を払いなさい。そうだそうだ、いいぞ姉ちゃん。生意気な口を聞くな小娘が。やるかい。街中でも手加減しないぞ。おい、何をやってる貴様だ。エルザ、これ以上はまずいか。アル、逃げるよ。とにかく今あいつらを振り切ることだけ考えよう。ごめんなさいエルザ。いいさ、俺もそっとしたよ。逃がす。だってあの人たち見てたらムカムカしてきちゃって。逃がすか。おとなしくしろ。逃がすか。どこ行った。まだこの辺りにいるはずだ。探すぞ。なんとか。あるという不思議な少女、彼女の屈託のない笑みと心にエルザはいつしか安堵と親近感を覚えていた。驚いたな。本当にこういうところ初めてなのか。うん、だからすっごく楽しい。そう言ってもらえると俺も嬉しいよ。ねえ、そういえばエルザは何してる人なの？え、それは傭兵って言ったら怖がられるんだろうな。待って、当ててみるね。わかった、旅の商人でしょ。いろんなところを旅してる感じがするもの。さっきもお休みだって言ってたし。まあ似たようなものかな。やった。でもいいな、私もこの島だけじゃなくていろんなところに行ってみたい。そんなにいいものでもないよ。嫌な光景だっていっぱい目にするさ。そうなの。ああ、ここみたいに恵まれた街はそんなにはないさ。そっか、そうかもしれないね。ごめん、暗い話になっちゃったな。タカ、いや、こっちにいなかった。どこにあった。これ以上うろつくのはまずいな。俺たちの泊まってる宿でしばらくほとぼりを探そう。ここからならすぐだし。俺たち？ああ、一緒に旅してる仲間がいるんだ。